チャオ、あっちゃんです。今日はね、シェフちゃんからね、LINE ギフトいただいたんで、ファミマでね、ブラックサンダーのフラッペ買ってきました。いただきます。うん、チョコ、ね、チョコ感が 200% 超え、あれだね、のザクザクのブラックサンダーが入ったチョコのフラッペ、美味しいね。うん、美味しいわねえ、やっぱりまだ暑いからこういうのさっぱりするよ。これをね、食べております。ブラックサンダーのね、カリカリ感がすごい美味しい。このね、今のシーズンは栗とか芋とかっていうのもあるけども、チョコのシーズンでもあるよね、この冬にかけてね。これからね、またチョコレート関係のアイスがいっぱい出てくると思うね。でね、これとね、ギフトいただいたんで、これともう一つね、買ってきたのが、粒組のね、プレミアムのね、濃厚なしっていうのを見つけて、これ買ってきて、これも期間限定。これまたね、後でレビューします。一緒にレビューするとね、味が、あれなんで。グミはご飯食べた後にでもレビューします。これ溶けちゃうんでね、焼きに。美味しいね。この季節になるとね、まだ出てないかな。海じゃないな。今栗やね、あれが出てないね、まだ。ミニストップのベルギーチョコ、ベルギーチョコだって言ったら逃げたいなのね。ザクザクが詰まってて吸えへん。ね、またね、なんちゅうの新商品ね、で出たらレビューしようかなと思ってんねんけどね。ま、毎週ね、火曜日ぐらいに出てくるんで、何か面白いできないかな。調べていきましょう。まずね、ファミマの新商品から。お弁当とかね、どっち系は結構出てるけど、スイーツ系はね。できないね。和栗のモンブランドラ、ドラ焼き、ドラ。イタリア栗のマロンシュー。あとね、おでんが増えんのか。
ごぼう天とかなんかおでんって書いてあるね。芋餅の明太子でみやこうしてんな。でブリュレバームクーヘン、リッチフラッペバニラっていうのが出んねんね。で、まあそんなところかな。リッチフラッペバニラ美味しいな。近いうちに飲んでみよう。で、ローソン。ね、コンビニはね、追っかけていきたいなと思うんだけども。あとね、全部行っちゃうと大変なんでね。ちょっとずつちょっとずつ。あ、これ美味しそうやな。パンとエスプレッソと監修のフルーツ大福のサンドイッチと、濃厚プラリネっていうね、贅沢チョコレートバーもあんね。って感じ。ちょっとまたねレビューしますわね。セブンイレブン、セブンイレブンの新商品いっぱい出るからな、見にくいよな。なんか微妙な。おでんが出る、おでんが。そろそろおでんやね。最後がなんかこれっていうのがないね。ということでね、今日はね、ブラックサンダーね、美味しかったです。ごちそうさまでした。ということで、めっちゃチョコ感がね、すごくってね、ザクザクがすごい入ってんの。で、要はね、チョコフラッペにブラックサンダーの砕いたのが入ってるって感じなんだけど、意外とね、食感とね、味も美味しかった。チョコのフラッペにブラックサンダーの粒入りはありやと思います。美味しかったです。はい、ということで、またね、新しい商品がね、出るんで、多分この動画が上がってるのはもう多分、10月1日過ぎてると思うから、10月1日また新商品出るんでね、また買ってきてレビューしたいと思います。ということで、今日のあっちゃんの、ファミマで買ったブラックサンダーのフラッペ、よかったよと思ってくれたら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。やったね。バイバイ。